いや、疲れましたね。毎日毎日繁忙期。お金とヘラがなくなってきます。水ください。雨降ってんだけどね。誰か私に水ください。ここしか降ってないんだ。ここしか降ってないから水がない。渇水。そして昨日2回ぶつけて今日1回ぶつけてきてます。ヘラがありません。ヘラ代稼がないとね。ヘラ代稼ぐために、明日は本番なんですけども、ちょっと時間空きましたので、本日やります、スワンステークスの模様をちょっと見ながら、予想していこうかなと思ってるんですけども、私一応買いましたのは、4番ダイアトニックと5番キングオブコージ、12番のサプライムアンセム、17番のスカイグルーヴのこのボックスで、生まれんボックスで買わさせていただきました。さあいよいよ始まりますよ。ちょっと、1400m 内回りですからね。お、短いからあっという間に決着。あっという間に終わります。ってことは外なしだね。え、どういうことですか。7枠8枠はなしで、いなかったことで。いやいや、それがよくわかんないんです。なんでよ、外枠はだって距離走らなきゃダメだ。無理に決まってんだよ。絶対はないですから競馬には。山科 100m 走って小学生が 50m 走るようなもんだよ。ここまで行きますか、うん、それは違いますね。でしょ、そこまで行くと違いますね。だからそのぐらい違うんだって、馬にとっても。いろいろほら客室ってのもあるから、後ろから行く馬とかもいる。スプリントには後ろから行く馬は合わないって。18頭目入りました。はい、はい、ゲート、はい、スタートしました。はい、いいですよ、スタート。2番が花切っていきました。4番いい感じですよ。ダイアトニック、私買ったやつ2番手につきました。花切ったのは2番、まあ、買ってないからどうでもいいですね。15番やばいな、ちょっとなんか嫌な嫌な馬がちょっといますね、近くに。あれ4番ちょっとペース速いのかな。ちょっと18番なんても来ちゃいましたけども、内回りだけどね。あー、いいとこいた。4番、私は4、5、12、17ね。さあ直線入ってきましたよ。さあ何が来る。さあ頑張れ、みんな。みんな頑張ったら困る。頑張れ。来た、4番来たよ。4番来た。4番来た。頑張れ。何 ?4 番来てんだけど。4番来たけど、2着。何来た、これ。1着は何だったの ?4 番。2着は ?2 着、ちょっとね、接戦だったんですよ。なんか3頭、4頭ぐらいいたからね。ちょっと岩田さん、いいんじゃないですか。俺、騎手で買ったことねえな。確かにな。ね、シューマッハと農家のおじさんじゃ実力が違うよな。極端ですね、ずいぶん。何来たの？どれ来てもダメ。どれ来てもダメだよ。何来たの？4番3番ですね。こんなもんです。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.